ラジオ伊集院光とラジオと4月26日火曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。皆さんおはようございます、火曜アシスタントの上田まりえです。今日は結構あったかくなるっていうんで、はい、僕表まだ出てないんですけど、スタジオ内にね、はい、その赤坂近辺の気温がこう表示される温度計があるんですけど、はい、もう 19.5 度とかあるの、この時間なのに。あら、暖かいですね。暖かいというか暑いですね。そうだよ ね。まだ4月の終わりだよ。いやー、だって今日もね、予想最高気温も25度近くぐらい、24度、25度のはずなので、ね、うわー、もうちょっと汗ばむ陽気になってきちゃいましたね。もうだから上田さんで汗ばむ陽気だと、俺はもう汗だくの陽気ですからね。本当に弱ったもんですけど。着替えが必要ですかね。もういや、持ち歩いてるもん、もうすでに。もうすでに入ってるんですか。もう着替え持ち歩いてるんだよね。もう T シャツを1着ですか。2枚。2枚も。あのね、はい、ちょっと行動しただけでびっちょびちょになるわけ。ね、もうびっちょびちょになるから、それこそこう、みんなの集合場所に用事でちょっと遅れていくときに小走りとかするじゃん、はいはい、そうするともう25度のびっちょびちょなわけで、そこ着くとみんながえ夕立みたいなそんなにですか。そんなになるの。水かぶったみたいになるので、しかもこの時期は、昼間は暑いけど、はい、夜はそうでもないみたいなことがまだ冷えますよね。あるから、なんかね、もう一日の中で俺は衣替えが必要なぐらい超大変なんですけどね。なかなか適応するの大変ですね、はい、そうそうって言ってる人、太ってる人だけだと思いますけどね。100キロ以上級のリスナーの方だけはそうなんだよ伊集院って言ってるかなって。今の時期で2枚ってなると、うん、真夏になったら一体何枚カバンの中に入ってるんですか。すごい量持ってるよ、すごい。だからいつも夏物が L サイズ専門店で売り出すでしょ、夏物の T シャツ、はい、そうするともう同じ色の同じ種類のやつを 5,6、はい、着買うからね。そんなに買うんですか。でそうしないと途中で着替えたっていうことに、はい、もうこっちに関しては日常のことでしょ、はい、でいて例えば、なるほど、朝会った時と3時間後会った時に服違ったりすると、はい、必ずみんな伊集院さんなんですかそれ、さっきまで確かになんで着替えたの、青だったらなんで黄色なんですかってなるでしょ。なりますね。それがめんどくさいから同じ種類のシャツをいつも4枚とか持って表に出て、はい、そっと着替えるっていう今あるあるステラス、すでにもう130キロ以上の人になってきてると思いますけどね。分かる方いらっしゃるんですね。まあ季節の変わり目なんで皆さんね、あの体調管理気をつけていただきたいと思いますけども、はい、今日ね、はい、この後ゲストに、小沢俊夫さん、はい、僕ももう存じ上げなかったんですけども、この小沢俊夫さん有名な小沢昔話研究所所長つって、こう海外のおとぎ話とか日本の昔話を徹底的に研究されてる方っていうことで、はい、もうそれ聞いてもすごい楽しみになっちゃってねえ。絶対誰もがね、ちっちゃい頃昔話聞いて育ってきてますもんね、通る道ですよね。好きなの何、好きな昔話。好きなの私はあのヘンゼルとグレーテルが好きです。ヘンゼルは変化球きたな。いやなんかだってお菓子の家ですよ。であの なんか、ね、なんか悔しいのさ、はい、西洋のそういうおとぎ話を聞いて育ってるとなんかいい家の子の感じ、はい、します、うん、ただの境港のね網元の娘ですけれどもね。僕はもう昔話大好きで、はい、今発売されてる漫画日本昔話のビデオ全部持ってるし、あの DVD、ね、全部持ってるし、はい、暇さえあれば見てるし、はあとあのテレビ東京で今やってふるさと、はい、ふるさと創生日本の昔話ってアニメやってんだけど、はい、あのあれの提供がヘーベルハウスなんだけど、もうヘーベルハウス偉いと思っちゃって、はい、だってそんなに視聴率がいいわけでもないのよおそらく。だけどまあああいうものを伝承するためにそれ企業としてスポンサードしてるらしくて、素敵な心意気ですよね。でもう毎回それも録画して見てるんですけど、はい、最近ね漫画日本昔話の中に、はい、DVD とかに収録されてないんだけど、はい、三本枝のカミソリ狐っていう話があって、どんな内容なんですか、タイトルだけだ。超怖い。怖いんですか。超怖い。狐がすげえ出ると、はい、狐がすげえ出てみんな化かされてるっつって、はい、もう狐に化かされるのなんて注意力がないからだよみたいな話されてたやつが、はい、夜こうやって山道行ったら、はい、
赤ちゃんを連れてる女の人が歩いてて、はい、こんなタイミングで赤ちゃん連れてその山道歩いてるなんて狐に決まってるって思うわけ。でこれ狐だ狐だって、はい、そら他の連中は馬鹿されるかもしれないけど、はい、俺はもう注意力がすげえから絶対騙されないよってなるんですよ、うん、はい。でそのそいつが入ってった家に行くとおばあさんと、はい、その、女の人と赤ちゃんがいるわけ、はい、それでそれに対してお前ら狐だろっていう話をするわけ。狐じゃないないですよって今赤ちゃんが生まれたばかりでみたいな話、はい、こんな夜遅くに おかしいだろうって。いやでも子供抱いて女の人の足だから、これだけ遅くなっちゃいましたみたいな話してるんだけど、狐に騙されたくないっていう一心で、はい、こうやったらお前姿を現すのかって言って赤ちゃんを殺しちゃう、はい、なんで要するに化かされてると思い込んじゃってそこまでなんで白状しろ白状しろって言って、そしたらもうおばあさんがぶち切れて、そりゃそうだよね、いやぶち切れるところじゃないですよ、そいつを山中追いかけ回すの、尋常じゃない行事、はいはい、っていう狐の集団でしたっていう最後オチなの。要するに壮大な壮大な、もう途中もうこれ子供だったらこれダメだわ、もうコンスタントに1週間立て続けにおねしょするぐらいの怖さなんだけど、いやもう今朝の8時半なのにもう結構怖かったでしょ、ちょっとゾッとしました。それももっとなんか壮大で、なんかさらにお寺に飛び込むんでね、お寺に飛び込んで、はい、でお寺の和尚さんに事情を話して、僕こんなとんでもないことしちゃいましたって言って、はあ、で和尚さんがそれじゃあ仏門に入った方がいいよって、はい、えで入るんですかって言って、はい、髪の毛を剃られて、はい、仏門に入ろうとしてはって目を覚ますと和尚さんも狐なの。なんかもう何がもうそれ最初から出てきたやつは全員狐で、狐なんですね、狐に騙されないってでかいことを言ってるやつを集団で仕掛けようとすごいなんか壮大なドッキリじゃないですけど、なんでしょうね。そうなんですよ。うーん、なんかちょっとしたデビッド・カッパーフィールド的などういう教訓なんでしょうねこの話ね、まあ、いろんな取り方はねできそうな話ですけどね、まあ、そういうこう昔話の大家の人が来てくれるんでいろんな質問もしてみたいと思っておりますが、はい、皆様からのこう質問とかもお待ちしています、はい、で合わせて今週のメッセージテーマも お待ちしておりますんで、はい、じゃあ今週のメッセージテーマお願いします、はい、今週のメッセージテーマは我が家に新製品がやってきた。さあこれはですね、まあまあ、 最新型の 4K テレビを買いましたよっていう話じゃなくて、うん、今家に当たり前にあるものも昔は新製品でうちに来たじゃないですか、はい、みたいな、はい、そういうエピソードです。すごいの来ましたよ、はい、58歳の方、はい、小池に意気揚々と生きようさんから、ほう、58歳の方が、はい、私が子供の頃電気が家にやってきたのを今でも覚えています。へー、これね、生まれが鹿児島の奄美大島で、あ、そうなんですね、自分が3歳ぐらいのことだったでしょうか、それまで村に電気がなく初めて電気が通じることになりました、はい、でこれがいいのがさ、その電気工事をするときに、まあ、最初に電信柱を設置するじゃん、はい、でそしたらこう穴掘ってそこにこう柱を立てていくんだけど、うん、で立ててはその根元を埋め戻すっていう作業をするんだけど、はい、穴に電池をこう刺すときは穴の中に人がいてこう受け止める、オーライオーライって受け止めて真ん中に設置するっていうのをね、子供心に見てて、電信柱の根元に一人ずつ人を埋めるんだと思ったらしい。怖い怖い。もうまさに人柱だよね。なんだ、電気が通りますようにっていうことなのかな。捧げるってちょっと思ったらしくて、なんてことをするんだっていうのをビビりながら見ましたって。ちょっと良くない、なんかそれいい体験談だし、なんかなかなか見た人しか思わないもんね。確かにそうですね、すごいよね。でその作業が終わってから各家庭に電球の光が灯ることになりました、はいはい、その明るいこと明るいこと、でそれまではランプで生活をしてたとね。でこれまたその体験者にしか出ない感想だと思うんだけど、はい、ランプと比べて明るすぎてしばらく怖かったっていう。へえ、明るいのが怖いっていう感覚がわからないですよね。
ね、うん、なんかその感じが、あ、やっぱりリアルな体験だなっていうことで、楽しく読ませてもらいました、はい、まあ、いろんなものがうちに来た時の体験を送ってください。はい、それでは宛先をお伝えします。メールアドレスはアルファベット小文字で ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 ファックスは0355620954 0355620954。番組ホームページの投稿フォームからもご参加いただけます。あと、お便りですね、はい、おはがきの宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、メッセージにはおところ、お名前、電話番号をお忘れなくお書きください。はい、そしてスマホ持ってるよっていう人にはですね、番組専用のメールアプリ伊集院光とラジオとスマホとなんてことも用意しておりますので、そちらも使ってみてください。さあ、日本行動さんからのお便りの後はですね、皆さんからのメッセージということで、はい、今日はですね、我が家に新製品がやってきたですが、はい、結構やっぱり月曜日にメッセージを読むとそれで思い出すとか、はい、うちの場合はこれだよみたいなのが来るんですけど、はい、トライダー G5.5 さんからですね、はい、自分の家に新製品が来たので覚えてること、アボカド。アボカド、アボカド生まれた時からあった。あー、でも確かに途中から急にひょこっと出てきた感はありますね。で、これが年齢差がすごい出るのは、はい、今48の僕は、はい、アボカド初めて食べた場所までちょっと覚えてるわ。そんなメモリアルな感じになるんですか。ある、ね、で、これね、最初は何なのか分からず、はい、もっさい味のフルーツとして食べていた気がしますフルーツ、多分輸入してる人たちも持て余してたと思うんだよね。ヨーグルトやフルーツ蜜豆に混ぜたりしたけど、はい、結局美味しくなくて、やがてやんわり遠ざかってしまった記憶があります、はい、マヨネーズやわさび醤油で食べるなんて発想当時はなかった気がします。最初多分ね、やっぱりね、果物で入ってきて、はい、悪戦苦闘したんだと思う、みんな。なるほど、まあ確かに見た目を見たら、まあフルーツの方に割り振られてもおかしくはないかもしれないですね。でしょ、だけど甘くないし、その扱いが難しいってなって、俺後にね、六本木で食べたんだよ、すげーっていう、はい、こういうのも待ってますんで、はい、はい、よろしくお願いいたします。伊集院光とラジオと、火曜日のアシスタントは上田真理恵です。イカ釣り漁船の元網元の娘です。荒波に負けず頑張ります。さて、今週のメッセージテーマは我が家に新製品がやってきたですけど、はい、面白いのは年齢によってこう、ね、衝撃の新製品が違うの、はい、MD、 MD 懐かしい、ミニディスク。 MD が世代、 MD 世代です。あの、私高校生の時は MD プレイヤーを買って通学してましたもん、うん、だから僕らは MD は割とこう、はい、こういう仕事ついてからだから、あんまり馴染みがないっちゃ馴染みがなくて。あ、そうなんですね。で、逆に僕らの世代は匿名希望のパジャマさん、はいはい、小学生の頃父がまだ普及していないラジカセを買ってきたんです。へえ。録音なんていうのも初めてで、自分の声を録音して聞いてあまりのこう自分がこう体内で聞いてるものと外から出てるものの差に、これ俺じゃないってびっくりよびっくりした確かにこれあるあるですね。ね、また、カセットテープが高くて繰り返し重ねて録音して、今の人にはわからないだろうけどカセットの爪を折るってわかりますかっていう。やってました、懐かしい。 iPod 世代にはもうわかんないよね。わかんないでしょうね。カセットのこう爪を折ると、ああいう儀式ってこうやって言われないと忘れちゃうのは、カセットのここから録音できますっていう茶色いところ分かりますか。端っこのとこですよね。分かる、分かります、分かります。40代久々に思い出したと思うよ一旦鉛筆をカセットの穴に入れて回して、あの茶色いとこ出してからじゃないと、頭の、もう頭の、例えばたけしさんのオールナイトニッポン撮るんなら、はい、たけしのってなっちゃうから、後で聞いた時に ビートたけしのから撮ろうと思ったらちゃんと。で、さらにはね、オートリバースが我が家にやってきたっていう。あ、もう自動で、そうですよね、手で手動でっていうか、もう自分で開けてひっくり返して入れなきゃいけなかったですもんね。そう、オールナイトニッポン2時間あるから、はい、そのひっくり返すのに起きてなきゃならないのよ絶対に。だったらもうずっと聞き続ければいいですね。そうなんだよねそういうことなんだけどね、いろんなこう懐かしいポイントみんな違うと思いますが、皆さんからのメッセージ待ってます。
時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの上田真理恵です。短い CM の間も MD かとかテープかって話してましたけども思い出すと止まらないですねでももうさ MD を買った頃は、うん、おじさんたちテープなんか時代遅れよって思ってたけど、はい、もはや MD 時代遅れなんだもんね。なんか早かったですね、移り変わり早いですよね。そう考えると MD の後に CD に録音できるっていう時代もちょっとあったよね。あ、やってました。やってたよね。やってました、ね、パソコン使ったりとかして、パソコン使ったりとかしてたよね。はい、早いんだよね、いろんなものの移り変わりが。懐かしい。さあ、9時台のメニューを紹介しておきます、はい。この後9時台最初のコーナーは伊集院光とラジオとニュースとということで、まあ、最新ニュースについて、思ったことを喋っていこうと、はい。でさらにはですね、その後はヤフー知恵袋俺の5つ星、まあ、皆さんの思い出のレストランやメニューが今どうなってるのかをですね、番組とヤフー知恵袋が一緒になって調査していこうという。はい。で、さらに10時台はですね、小沢昔話研究所の所長、小沢俊夫さんをお迎えして、ちょっと昔話について奥深い話を、はい、していただきたいと思っております。ということで、9時台最初はこのコーナーから。伊集院光と、ラジオと、ニュースと、伊集院光とラジオとニュースとの時間です。このコーナーでは最新ニュースですとか近頃気になる話題について僕自身が思うこと考えたことなどを、まあ、僕なりに一生懸命喋っていこうというコーナーです。またニュースはもう日々変わっていくというか、まあ、生き物なので、はい、どんどん動いていきますからね。はい、何か事情が変わったりするとせっかく毎日の番組をやらせていただいてるんで、また翌日きちんと訂正していこうとか、はい、新しい考え方を喋らせてもらおうと思っております。はい。さあ、そして、この方にもご参加いただきます、ニュースデスクの内山健二さん、よろしく、はい、おはようございます。お願いします。おはようございます。それでは、まずは今日はこのニュースからです。4月26日火曜日、今朝取り上げるニュースはこちらです。今日午前1時半過ぎ、お笑いタレントの前田健さんが都内の病院で亡くなったことが分かりました。警視庁によりますと、死因は調査中だということですが、事件性はなく病死とみられるということです。前田さんはおととい午後7時ごろまで新宿区の飲食店で一人で食事をした後、近くの路上を歩いていたところを突然倒れ、心肺停止の状態で病院に運ばれていました。目撃者によりますと、前田さんは倒れた時嘔吐していたということです。まあ、なんか何重にも衝撃なのは、その40代で若くして人が亡くなるってことも衝撃だし、僕らからしたら同業者だし、でまたこのお笑いっていうね、エンターテインメントっていう仕事は亡くなった時に流される追悼のね、生前の映像がとても明るいでしょ。だからもうなんか僕からするとすごくショックはもう大きいんですけど、まだ直接の原因とかは分かってないんですかね。そうですね、少なくとも事件や事故の可能性は低いということなんで、まあ、病気だろうということなんですけどもね、まあ、事前に嘔吐をされているという目撃証言がありますんで、まあ、だいたいそうなると例えば心疾患ですとかね、くも膜下出血とか脳幹出血なんていう、そういうことがあるようですけどもね、まあ、突然亡くなられて、まあ、事件性はないだろうという見方のようですけどね。なんか日頃チェックしてなかったツイッターとかね、そういうものをね、亡くなったことで知るのは大変申し訳ないなと思うんだけど、でも中でね、すごく心に刺さるっていうか、もしかしたら覚えがある僕らと同じ年代の人いっぱいいると思うんだけど、中でね、これはね、3月の20日に、つぶやいたつぶやきなんですけどね、前田健君が、健康は大事と分かっていながら健康のためにしていることは何一つない。まだ不摂生を嫌いになれない。不摂生への執着を捨てきれていない。そんな44歳っていう、もうよく分かるんだよね。よく分かる。だからちょっとゾッとする。僕よりすごく仲のいい人がいっぱいいたので、僕が出しゃばっていうことはなるべく控えたいんですけど、前田健くんがうわーって出てきた時に、僕はその彼のそれまで何してたのか分かんなくて、はい、あややの
松浦彩さんのエアモノマネでドンって出てきたから、うんはいはい、で芸達者でしょ、はい、で今まで何してたのみたいな話を聞いたらニューヨークかなんかに行ってかなり一生懸命やってらしたと、はい、でそれをすごいねって言ったら僕はバカだから怖がらないから行くのは簡単なんですよみたいな、あのもう行くの簡単でえいやって言っちゃっただけでいっぱい面白いことがあってみたいな、あなんかわかんないけど、あすごいなすごいなと思った。すごいパワーのある前向きな方だったんですね、うんうん、ねえ、まあ、あのありきたりな締め方で申し訳ないですけどご冥福をお祈りいたします。さあ続いてこちらです。2020年東京オリンピックパラリンピック組織委員会は新しい大会公式エンブレムを発表し、公開していた最終候補4作品の中から日本の伝統色である藍色と市松模様を組み合わせた作品 A 組市松紋を選びました。作者は東京都在住のアーティスト所浅尾さん46歳です。21人の委員による1回目の投票で作品 A は過半数の13票を獲得したということです。あと1ヶ月と迫った伊勢志摩サミットについて地元住民の6割以上が盛り上がりを感じていないことが共同通信社のアンケートで分かりました。三重県が官民一体でのおもてなしを目指していますが、住民の盛り上がりは今一つのようです。北海道新幹線の新函館北と新青森間の開業から今日で1ヶ月となりました。今月10日までの1日平均利用者数は夜行を除く去年の在来線特急のおよそ 2.7 倍です。競合が注目された航空各社の羽田空港と函館空港の便は利用が減っておらず競争している格好です。まずはエンブレムですかね、はい、決まりましたね、ようやくと言いますか、なんか地味だっていろんな、ね、ことを言われててさ、いやいや僕が正直思ったのは、まあ、前にもちょっと言いましたけど、はいはいはい、エンブレム、まあ、この言い方はもう強いからどうでもいいんですよ、覚えてないもの、その何の時にどのエンブレムだったか覚えてないから、でもこれだけの騒ぎになっちゃうとちょっとこう言いたいことも出てきちゃうじゃないですか。今回の候補あんだけカラフルな中に一個こういうこうシックなっていうのかな、あの地味めのデザインのやつがあって同時に票入れてくださいって言ったらこれが取るわなっていう気がちょっとするのと、あとなんかその例の佐野さんの件があったからかなり調べたんですよね、はい、その商標に対するチェック、はい、そうなんですよ。でこれかなりぶつかったんですよね。そう、あの実はこれ最終候補に挙げようかなという作品が4つあったんですね、はい、でこの最終候補の時点、まあ、次の、まあ、これがいいなっていうのが4つあって、はい、4たす4は8ですね、はい、でこれこの8つ調べたら5つで商標登録上の問題があった。つまり 8-5 で3になったんですよ。でそこで1個時点復活候補がそこで入ってきて最終的に4になったっていうんですって。ずいぶんだから登録やっぱり登録されてるんですね。でもだから、はい、なんかどれぐらいビビったのかなっていうそれはビビると思うんで、うん、ああいうものってとてもグレーゾーンが広いじゃないですか、はい、もしかしたら、うん、でまたね これもちょっと語弊あるのかな、ダメ元でも提訴してくる人いるじゃないですか、うん、これはちょっと似てるぞっていうんで提訴してくるケースもあのうーんと訴えてくるケースもあるからビビっちゃうとまあもう何にもできないみたいなところはあると思うんですよ。そのさっきのさ、はい、日本行動さんのお便りじゃないけどさ、はい、うちのは緑でうちのは時は色だみたいな話を同じとするのかしないのかってなってくると、はい、それは多分ましてや海外の環境だと同じでしょう、はい、そしたら色なんてもう7色ぐらいになっちゃうんじゃないきっと、おそらく。それとアルファベットが何文字でとかやってくとまあ大体のところはねえ、ねえ限界がというか似たり寄ったりにね、なるでしょう。だからね、そういう意味ではかなりビビって、今回はおそらく、うん、一番のポイントはデザイン性とか分かりやすさよりもずっとそこの、被らない、
訴えられない、問題になれないってところは、ならないところは重視されたんじゃないかなという気はちょっとしますね。あと、まあ、その前回の、ね、トラブルがいろいろありましたから印象があるんでしょうけど、他 の、 その3つの作品、今回4つある中で、どれも皆さんがこれデザイナーの方がきちんとやっぱりやってらっしゃったようですね、うんうん、それじゃやっぱりプロの方がやるとやっぱり目を引くものが残るんだっていう意味では、そういう意味ではデザイナーの方のやっぱり仕事ぶりというのは敬意を表したいなと思いますけどね。そうですね、生地こう自分にそういうセンスがないのに知ったようなこと言ってもしょうがないなって、まあ、自分は思ったりはするんですけども、はい、まあでも今回こんだけのことがあってエントリーしたものにそれだけグレーゾーンのものがあるってなっちゃうと、うん、まあデザイナーの人たち気の毒っていうかさ、まあね、大変だったと思いますよ、にはちょっとなりますね、うんうん、っていうか他のものって被ってないのって話にちょっとなってくる。ありとあらゆるマークが世の中にいっぱいある中でこうなってきたら何でも被ってんじゃないかって気はちょっとしますね。上げ出したらキリなくなっちゃいますよ ね、 ね。あとちょっとだけ気になったっていうんだと、はい、サミット、伊勢志摩サミット、はいはい、サミット住民の6割以上が盛り上がりを感じていないことがっていうんだよね、はい、イベントじゃないんですよサミット。そう、僕ねなんか朝のワイドショーで、はい、伊勢志摩サミットのテーマソングを平井堅さんがっていうニュースが、はい、なってる時にテーマソングって伊勢志摩サミットのテーマソングって思って、はい、それでその上田さんに、はい、俺あれ変だと思うんだよなって言ったら沖縄の時そう言われてみればそうだ、沖縄の時がなんかそうやって結構こうイベントとして盛り上げてる印象が残っていて、ね、はい、ね、安室奈美恵さんがテーマソングを歌われて、うん、でもお料理をどこどこ の、 その料理長の方がされたとか、はい、お金が誰が行けられたとか、はい、そういうことがすごく、あと狩り牛だったりとかで迎えたとか、そういうことがすごく印象残ってるので、うん、ちょっとこうフェスティバル化してるのかなというような印象を受けるんですけれども、なんか両極端なのは、これ大事なことで、その要するに要人がたくさん一、はい、箇所に集中するわけだから、はい、テロとかそれに対する警備とか、ものすごいシビアなことになってるでしょ、そのバランスが僕の中でちょっとこううまく受け止められなかったりするんですけど、特にね、今言った沖縄であるとか洞爺湖サミットの時と、あの時代とやっぱり今がこれだけヨーロッパでテロが起きる、はい、こういう中でのものですからね、やっぱり全然その警戒の体制が違うので、うん、レベルが違いますからね、うん、やっぱそういう意味だとなかなかこうイベント的な雰囲気でやっぱり行くわけにはいきませんし、うん、実際地元の方たちも今から警備がかなり厳重になってきてますから、うん、かなりやっぱりこう規制が多すぎて商売に影響が出ないかなって不安がある声もあるそうですからね、うん、やっぱりずいぶん変わってきましたね。なんかすでに真珠が盛んじゃないですか、真珠を取る船とその海から上陸する怪しい船の区別がつかないと困るからって言って、うん、はいはい、ちょっとこうその間は真珠を取る船の操業を休みましょうみたいなことも出てて、うん、でもそれ困りますよね。いや、それは大変だと思いますけど、うん、なんかそのなんかね、その目明るい部分と光と影の部分の、はい、なんか僕はその一体化がなかなかできなくて、はい、まあ、あと1ヶ月って言ったら逆に言うと、僕もこのところ大きなその地震とかのニュースもあって、はい、割と1ヶ月迫ってるっていうのは時間なかったんですけど、はい、ちょっとなんか違和感ちゃ違和感感じましたね、はい、あとは何でしたか、はい、北海道新幹線ね、これ乗ってきましたよ僕。あ、早いですね、はい、すでに。っていうのも飛行機と新幹線、はい、新幹線4時間ぐらいかかるんですけど、はい、僕はこの4時間がいいんですよね。どうしてですか。まずこういう風にバタバタ仕事してるからしばらく寝れるっていう、うん、あ、なるほどしばらく寝れる、結局飛行機早いんだけど、うん、羽田までの移動とか、うん、それから手続きを済ませてとか、寝ることはできないです、うん、ほとんど寝る、で移動してる時間も1時間、まあ、短いですからね、40分ぐらいだから、うん、寝れないじゃないですか、うん、旅っていう感じでいいのは、この新幹線で徹夜仕事した後新幹線で、はい、そのオフを北海道行くってなると、北海道が来てくれる感覚っていう、僕の中で、ほう、寝てる間に北海道だから、そうか、俺が寝てる間に北海道が来てくれるんだっていう感覚はとてもこう楽しくていいのと、うん、何よりこう東京中心で考えないで埼玉とかその先とかがすごい便利、はい、便利に感じるらしいですね。その羽田に出てくる手間が僕らよりさらにあるから、ね、まあ、ゴールデンウィークはちょうど函館五稜郭あたりの桜がすごいんです、ね、
しびれるぐらいの凄さなんで、おそらくそれなりに人は乗るでしょうね。だから一点ね、ちょっとこれ トラブルとかご注意いただきたいのが、あの、はい、新函館北斗その終点ですが、うん、はい、あの結構乗り換えの時に大変で、うん、あのそこまでの乗車券しか買わない人が結構多くて、はいはいはい、自動券売機はすごく並ぶんですってね。あ、分かりました。しかもスイカが使えないんですって。あ、そうだったか。あのね、札幌のエリアは使えるんですけど、函館使えないので、はい、あの乗車券買われるときは注意された方がいいという。じゃあもうあらかじめもう行き先決まってればちゃんと買ってから行った方がいいかもしれないですね。あとそれはお前だけだって言われるかもしれませんけど、はい、それはね、はい、僕だけだって言われるかもしれませんけど、やっぱりね、北海道ってなるでしょ、はいはい、そうするとね、あの函館と札幌って近いイメージなのね。あ、なんか、あ、じゃあいいじゃん、函館で観光終わったら札幌行って、札幌から新千歳で帰ってくればいいじゃんと思ったんだけど、はい、あの函館と札幌って3時間ぐらいあるんですよ、ね、そうなんですよね、結構あるんですよ ね。あ、それは多分僕だけだと思う。趣味はいらなかったと思います。内山さん、どうもありがとうございました。さあ、この時間はですね、思い出とともにあるからこそ輝く、もうあなたにとってはもう揺るぐことのない五つ星のレストランとか、はい、まあ、味メニューを報告してもらって、で、まあ、今どうなってるかをラジオとヤフー知恵袋さんが一緒になって調査するというコーナーです。はい、で先週はですね、僕の思い出のソフトクリームが見事、はいね、見つかりましたね。見つかって、しかも家から3分ぐらいのところで食べられるという。これで早速行ったらさ、はい、結構混んでんのよ。あ、もう並んでるんですか。これで自意識過剰かもしんないけど、はい、みんなラジオ聞いてる人じゃないかなと思ったらちょっとビビっちゃったりとかして、はい、いや皆さんありがとうございます。さあ、そんな中、今週調査結果を報告する5つ星メニューはこちらでございます。番組火曜アシスタント上田真理恵さんの俺の五つ星。クリスマスに食べたパン。今から10年ほど前、私が専修大学の生田キャンパスに通っていた頃のことです。大学に行く途中の坂のふもとに小さなパン屋さんがありました。そのお店は少し値段が高い高級なパン屋さんで、あまり裕福な学生ではなかった私は買ったことがなかったのですが、特別なクリスマスの日に買って食べてみたところ、とても美味しくて今も忘れられません。しかしもう一度食べようと年明けに行ってみたところ、そのパン屋さんはなくなっていました。一度しか行けなかったパン屋さん、どこか別の場所でやっているのでしょうか。一回しか食べてないんだよね。そうなんですよ。で、一回食べて、もうその数日後、まあ数週間後に行ったら、もうお店がなくなってたっていう。そのタイミングなんだ、もう。そうだったんですよ。しかもその後は、その、まあ動物病院に変わっているっていう。あのさ、はい、もうそんだけ一瞬の出来事だと、はい、私は狐に化かされたのかぐらいの本当幻なんですよ。なので私の中であのパンは、あのね、このコーナーは、はい、そういうツッコミに負けるなよっていう意味でひどいツッコミをしますけど、はいはい、それはさ、当時貧乏だったから、はい、たまたままともなパンを食べただけのことでとかするんじゃないの。いやいやいや、もうやっぱりもう本当、もうね、ある当時アルバイトを4つ掛け持ちして、うん、生活をしてパンの耳を食べていた中 でだからそこなのよ。そこなのよ。当時いろんなクロワッサンを食べてた中で美味しいんだったら揺るぎないじゃん。はい。で、今はいくらでもクロワッサン食べられて美味しいお店も食レポとかで行くじゃん。はい、それと比べて、はい、上田真理恵の中ではそのクロワッサンはどうなの。いや、もうその当時のいろんな苦労の味もきっと今食べたら感じるんですかね。ごめんごめん、ゆるいじゃダメ。そこをもうここにこう提案した本人が揺らいじゃうと、ね、この後出てくる若手リポーターが困っちゃうから。いや、でも本当に美味しかったんですよ。すっごく。パンの種類も多かったし、もう見た目から美味しそうなパンが本当にたくさん並んでたので、ちょっとずつお金を貯めていろんな味を食べていこうと思ってたら動物病院になっちゃったんです。はあ、さあ、ということで、ちょっと今話してましたけれども、あの番組のリポーターがですね、こちら、情報をまとめて案内してくれます。はい、じゃあですね、自己紹介お願いします。はい、おはようございます、遠塚奈美子です。
まあ、初めましての方が多いと思うんですが、うん、昔は金太郎の元相方でお笑い芸人をやっておりましたが、うん、今はレポーターとして活動しております遠塚奈美子と申します。トンちゃんトンちゃんって遠塚奈美子だからみんなトンちゃんって呼ぶんですけど、はい、なんかねこの人ね見てるだけで幸せな気持ちになっちゃうの。ありがとうございます。決して美人ではないの。いやいやそこで言わなくていいんですなんだけどそれ言わなくていい。もうね僕の中でキャッチフレーズは、はい、嫁にするならこんなおブスちゃんっていう褒めてんだか褒めてないんだかわからない。そうですね、最初前半嬉しいんですけど後半悲しいっていう上げて下げてみたいになりますね。そうですね、まあ喜んでおきましょう。はい、はい、前向きに。じゃあ、トンちゃんがこのパン屋さんに関する情報を整理してくれるということで、はい、それじゃあ早速お願いいたします。そうですね、この上田さんのパン屋さんについて本当にたくさんの情報が届きました。ありがとうございます、うん、皆様、うん、まずは32歳電車マニアさんからの情報です。はい、はい、自分はそのパン屋さんの近くに実家があり何回か行ったことがあります。そういうことなの、いらっしゃるのよラジオの力。そうなんです。で、確か自分が小学生の頃およそ20年以上前からあったと思います。え、そんなに。そのパン屋は黄色い屋根だったので黄色いパン屋さんと呼んでいました。残念ながら店の名前は思い出せません。黄色だったっけな。思い出たどってよ上田さん。お店黄色い屋根でした。黄色周りレンガっぽかったような気がするんですけど、あれなんですよね、その病院に変わった時にちょっと改装工事してたので、はいはいはい、変わってるんですよ外観も確か。でそうすると記憶っていとも簡単に塗り替えられちゃう、ね、そうなんですよ。そのもう動物病院の期間の方が私は多分長い気がするので。なるほど。あとね、大事なポイントが1個あります、はい、20年もやってたお店の、うんうん、なぜ最後の1週間だ。本当すごい運命ですね、ある意味ね。そうだね、そう間に合ったってことだもんね、逆に言えばね。そうなんです、滑り込みセーフ、はい、さあトンちゃん、はい、他にもですね、うん、ご近所の方や専修大学の OB OG の方から自分もそのパン屋さんに行っていたという情報届いているんですよ。ほうほう。でその中から重要な情報が女性パピヨンさんから届きました。紹介しますね、はいはい、私もそのお店に2000年頃から2002年にかけてよく通いました、はい、うん、店の表には大きな陶器でできた犬の置物があり、我が家では犬のパン屋さんと言っていました。ちょっと待ってちょっと待って、犬の置物はあったっけ。ちょっとその犬の置物は動物病院でも使えるから、か後で動物病院の時にも入れるぞいやその時いなかったと思いますね。まあ、まあ、結構歴史があるからね。はい、うん、でこの女性パピヨンさんは、そのパピヨンさんが住んでいたところからはちょっと遠かったのですが、はい、お天気のいい日にはママチャリで子供と一緒に行ったのを覚えています、うん、今では他のパン屋でもよく見ますが、このお店で初めて食べたカヌレというパンの美味しさは衝撃的でした。カヌレありました。あったあった。いや私カヌレも大好きで、うん、カヌレ食べるの好きなんですよ、いろんなパン屋さんの、うん、それを食べたくて次行こうと思ったらなくなってたので、カヌレも食べないまま。そうなんですよ、幻のカヌレ。 でも俺なんかそういうシャレたこと全然わかんないけど、カヌレって割と最近僕の中では登場したもんだから、はい、割と早いよねこのお店おそらく。そうでしょうね、きっとね。そうなんだと、シャレてるよねやっぱりね。そうですそうです、うん、でこの女性パピヨンさんから重要な情報この後です、はい、この専修大学の坂下のパン屋さんの名前ですが、お来ました。何ですか。モンプチポンというお店だったと思います。モンプチポンごめんごめん上田さんどうでしょう。モンプチポン、その顔を見る限り一度も名前を確認してないもう名前確認しないで高級そうなパン屋さんだなって思って入った記憶しかないんですよ。なるほど、はい、モンプチポン。モンプチポン、しかもだってずっとある場所あったからずっとあるって思うじゃないですか、うん、そしたらいちいちお店の名前をなんか確認することが書いてなくて。そうか、そこにさ何軒か固まってパン屋さんがあれば、はい、それ何か区別が必要必要だけど、はい、ポツッと急に高級なパン屋さんがあるんだもんね。なんでこんなとこにあるんだろうっていう場所にあるので。でこのお店の名前がモンプチポンだという情報は他の方からも届いておりまして、間違いないパターン、はい、中から40歳ケニブロ3ヶ月さんからの情報です、はい、専修大学麓在住40年、あら長い、俊足高打の右投げ左打ちベンチ要員です。野球やってる上田さんのパン屋さんはモンプチポンというパン屋さんですね。あら、うんうん、このモンプチポンは地元では美味しくて有名でした、うん、でここから情報なんですが、はい、有名食品メーカーに勤めていたご主人が脱サラしてご夫婦で始めたパン屋さんでクロワッサン
メロンパン、手作りジャムなど定番メニューに加え、たこ焼きパンなど創作系のパンも絶品でした。モンプチパンでパンを買って生田緑地に行くのが我が家では定番散歩コースでした、ということで上田さんのお話にもあったクロワッサン出てきております。やっぱり看板メニューだったんですね、はい、そして美味しくて近所で有名だったという情報、これ嬉しくない？本当に美味しかったんですよこれさ、近所の人がさ、はい、そんなでもなかったですって言われちゃうと、ちょっと傷つきますね。急に傷つくでしょなんかこの辺なんですよ、俺のの怖いところっちゃ怖いところはね。でも美味しいね。こうやって思い出をいっぱい共有してる方がいらっしゃるって嬉しいですね。ね、一個のパン屋さんでその時は全然知り合いじゃないんだけどさ、なんか急に知り合いになった感じ、もうググと親近感が湧きますよね。はい、さあどうなるのこれこの先。はい、そしてさらにですね、常連だったという川崎市積木さんからこんな情報が届いております。このお店はモンプチポンです、私はこのパン屋さんに7年ほど毎日通っていました毎日大常連、はい、すごい。ってことは事情が結構わかる感じだ よ、 そうですよ、ね、話すもんね絶対 ね、 そうですね、で貧乏学生の私にも高かったですが、旦那さんが毎朝3時に起きて作るパンの生地はバケットはパリパリ、クロワッサンはサクサク、この金額を払うのは当然だと思える価格だったと思っています、クロワッサンサクサク、サクサクでした。すごいバターが本当に濃くて美味しかったんですよ。いいよね。でもさ、貧乏学生が高いパン買って食べて、でもこの値段妥当だから頑張ろうと思えるっていうのは、そらすいいよね、いいパン屋さんだね、はい、で常連さん情報ここからです、常連だった私はお店の方とも顔見知りになり、あら、犬を2頭飼っていてとても可愛がっていることなどを知りましたここから、しかしある時ご夫婦からパン屋を辞め田舎に移るという話を聞きました。新しくパン屋を開くのではなく、パン屋を辞めるということにとても驚きました。オーブンやパンを作る機械を手放せば二度とパンは焼けません。私も妹も叶うならガーリックのバケット、いちごのデニッシュをもう一度食べたいと思っています。え、ちょっとパンもう作ってないんですか？残酷な情報なのはさ、パン屋を辞めるっていう情報とともに新しいメニューを紹介されるっていう、この時点でどう受け止めていいのか。いやでもすごいね、パン屋を移転するじゃないと。そうなんです。田舎に行ってパン屋さんやりますだったら、はい、こういう結末も。じゃあ私もあのクロワッサン二度と食べられないんですか？上田さんですが、ここで KT さんという方からものすごいファックスが番組に届いております。何ですか？よく聞いてください、はい、読みます、はい、今車の中で上田アナウンサーのパン屋さんの話を聞きました、はい、それはモンプチポンという名前で経営していた私の弟のお店だと思います、すごい、ね、すごい、ね、ラジオすごい、ね、すごい。基本これは大沢優里の手柄だけど要は このラジオを聞く習慣をつけていてくれた先人の手柄だけど、すごい、ね、すごい。身内も身内だね。なんか涙出てきそう、はい、ちょっと先読みますね、はい、大変繁盛していたのですが、急にお店を辞めたいと言い、伊豆で犬と泊まれるペンションを夫婦二人で営んでいます。ペンション、で朝食には弟がパンを焼いて泊まりに来てくださる方に喜んでいただいているようです、で今までは大沢優里さんを聞いていました。ほらそういうことなんだよ、そういうことなんだよ、はい、初回から急に伊集院だから聞こうなんてことはないんだよ。ないってのは悲しいけどさあってもいいけどさ。ただ伊集院さん、若くリニューアルされた伊集院さん、楽しみに聞かせていただきます。頑張ってください。ありがとうございます。メッセージをいただきまして、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、弟さんは脱サラしてこれ始めたんだよね、はい、それで20年近くやってんだよね。そうなんです。だけど突然お店辞めたいって言い出して、ペンションをやると、はい、伊豆で。そうなんです。もう実際にこれファックスが届いておりまして、すごいな。ご兄弟の方から、たまたま聞いててくださったんだ。しかもこの方初めてラジオに投稿されたという。うわー、
ありがとうございます。はい、ということでこの KT さんに連絡を取ったところ、 KT さんはお姉様でモンプチポンを経営されていたのは弟さん、はい、で連絡先を伺いまして、実際に弟さんご夫婦にお話を聞くことができました。えらいね、トンちゃん進めたね。なんつってた、なんて。はい、尋ねましたところ、確かにこの上田さんの五つ星は私どものお店で間違いありません。はい、たどり着くね。はい、でまとめましたところですね、はい、このお店は1990年40歳で脱サラしたご主人が開店、うん、で開店を知らせる目印として犬の置物がいつも店頭にあったため、犬のパン屋さん、またレモン色の壁の色から黄色いパン屋さんなどと呼ばれていたそうです。情報正確なんだね。そうなんです。で、お店のメニューには確かにクロワッサンやたこ焼きパン、バケットなどがあり、メールにもありましたが、ブームの前から作っていたカヌレは大人気だったそうです。食べたかった、なおさら、ね、カヌレ大人気だったそうなんですよ。残念すぎる、そこはちょっとタイミングがなんでカヌレ買わなかったんだ私。クロワッサン美味しかったんだ。美味しかったんですけど、そうです、貧乏でどっちかしか買えないんだからさ。そう、そこなんですよ、お金が。で、当時はですね、雑誌やテレビからの取材の申し込みがあったんですが、はい、お客さんの迷惑になると全部断っていたんだそうです。じゃあ本当に知る人ぞ知る美味しいパン屋さんなんだ。で、上田さんが食べて感動したというクロワッサンなんですが、はい、特にこだわっていたそうです。お、やっぱり素晴らしいです。で、その美味しさの秘密をお聞きしたところ、はい、普通のパン作りではバターは冷凍したものを使うそうなんですが、はい、モンプチポンでは冷凍していないフレッシュなバターを使用していたそうです。さらにバターを、パンにバターを練り込む工程も手作業で何度も伸ばして何度も折ってと繰り返した上に、さらに機械も使うという大変手をかけて作っていたそうなんです。だからあの層がね、しっかりできてサクサクのクロワッサンだったんでしょうね。いいね、思い出の中で自分が美味しいって言ったものの美味しさの理由が担保される感じみたいのって、うん、はい、幸せなことだよね、はい、あの袋を開けた時の感じを思い出しました。紙の袋に入って、多分もらって帰ったと思うんですけど、家の自転車でこう30分ぐらいかけて家帰って、その紙袋パッて開けた時のあのクロワッサンの香ばしい香り、いやすごい、本当にね、いいクリスマスになったんですよ、おかげで。はい、でこの人気だったお店だったんですが、犬と一緒にのんびり暮らしたいと2006年にモンプチポンを閉店。で、お姉さんのメールにも書いてありましたが、伊豆に移住して犬と泊まれるペンションを始められたそうです。ってことは、そのペンションに行けば食べられたりとかするのかな、そういうことなんですかね。そこですよね。それがペンションでは宿泊客の皆さんに自家製のパンを振る舞っていて大好評だったそうなんですが、実は去年このペンションを閉めてしまったそうなんです。ちょっと待って、泊まりに行こうと思って1ヶ月の予定を今すごいもう思い出して、あ、ここ連休だから行けるとか思ってたんですけど、まあタイミングだね、タイミングなんだね。上田さん一歩遅いんです。もうなんで、そっか。いやでもなんかそのなんていうのかな、リスナーの皆さんも美味しい美味しいと思ってたわけじゃんか、はい、で、はい、上田まりも美味しいと思ったものが、はい、これだけの作り方をしてこれだけ人気だったんだから、私の思い出も味も間違いないって分かるっていうのは、はい、まあ ね、 そうですね、ありがたい頃だし、はいはい、しかもですね、上田さんの話やリスナーの皆さんから届いた情報をお伝えしたところ、はい、大変喜んでくださり、はい、メールでメッセージをいただきましたので、ご本人から、ご本人から、ありがとうございます。読ませていただきます、はい、上田まりえさん、リスナーの皆様、この度はモンプチポンのことを覚えていてくださってありがとうございます。リスナーの方々からのコメントを見させていただいて、もう10年も経っているというのに、私たちのモンプチポンを覚えていてくださっている方がこんなにもいてくださっていることに感激いたしております。今はすっかりこの西伊豆の地にも慣れて、犬たちと好きなことをしながらのんびりと静かに田舎暮らしをしております。皆様本当にありがとうございます。ラジオのパワーにはびっくり、そして本当に嬉しかったです。
ありがとうございます。いやなんか俺の五つ星はこういう結果も当然ありますよ。全員が食べられるわけじゃないけど、いや、はい、でも知ってよかった。そうですね、だよね。なんかちょっと当時のこと思い出してちょっとなんか涙出そうになってきちゃいましたね。なんか一回だからこそすごく思い出残ってますし、まあこういう結果でもね二度と多分食べることはできないでしょうけど、でもだからこそ本当にもう私のある意味初恋の人ではないですけれども、うん、そのぐらいなんか自分の中でねずっと残るなって思いました。多分上田さんのパンのとかクロワッサンの基準にこれからもなっていくものだし、うん、あとなんかそのこれは押し付けがましい言い方かもしれないけど、この元モンプチポンのマスターの人たちも、はい、なんか良かったなっていうかいいお店出してたんだねっていう感じすごいするわ。雰囲気からして素敵だったんですよ本当に。さあ、我々だけではございません。皆さんの五つ星を探していきたいと思っております、はい、たくさんその依頼は来ております。じゃあですね、よく聞いてください。情報本当欲しいんで、じゃあこちらでございます。はい、宛先をお伝えします。42歳男性、ニューラジパラザウルスさんの俺の五つ星。冷たいスープのラーメン。今から15年から20年ほど前、テレビで紹介されていたのを見て、都内から相模原市まであるラーメンを食べに行きました。それはフランス料理のビシソワーズのようなじゃがいものスープを使った冷たいラーメンでした。もう一度食べたいと思い再び訪ねた時にはそのメニューはありませんでした。そして数年後に訪れた時はお店もなくなっていました。お店の名前はキリン食堂のような名前だったと思います。他では食べたことがないあのラーメンをもう一度食べることはできないのでしょうか。これ見つかるのは見つかるような気がするんだよ ね。結構情報もだって入ってますよね。お店のお名前もなんとなく覚えてらっしゃったりね、で、うん、あとその過去僕のソフトクリームと今のパンで調子に乗ってるっていうのもあるん で、はい、リスナーの皆さん本当にリスナーの皆さん頼りなのに何調子に乗ってんだって話ですけれども、ぜひ情報をください、はい、それでは、情報の宛先お願いします。はい、メールアドレスはアルファベット小文字で IJ@ 番組ホームページにあるフォーム、そしてスマホ用アプリからもご投稿いただけます。さらにですね、情報をさらに広くこう調査するために紹介からですね3週間目に入ったところで、はい、利用登録者数2100万人を誇る、はい、ヤフー知恵袋さんの力をお借りしてより広くより深い情報を集めたいと思っております、はい、だから初回に紹介しましたあの月曜アシスタントの安田ちゃんの下北で食べた稲荷寿司、これ3週目に入ったんで、はい、ヤフー知恵袋さんでも情報を募集します。でヤフー知恵袋のトップページから俺の五つ星で検索をすると、情報募集中の五つ星が現れるシステムにしてもらっております。でまた地方とかね、下手すりゃ海外のお店でもヤフーが絡めばいけると思うんだよね、うん、この番組自体は東京タンだけど、だから、はい、これはちょっと地方の情報なんでって諦めずにですね、依頼の方をどんどん送ってください。お待ちしております。以上ヤフー知恵袋俺の五つ星のコーナーでした。さあ、メールテーマ我が家に新製品がやってきたということですが、はい、ラジオネームふかっちゅうさん、僕と年はあんま変わらないですね、はい、ゆいさんこんにちは、私が衝撃を受けた新製品はウーロン茶です。ウーロン茶？うん。1981年当時中学生だった私が缶飲料として初めて飲んだ時はこんなまずいもの誰が飲むんだと思ったのですが、はい、今となっては世間的にも個人的にも完全に定着しましたね。伊集院さんの当時の感想はどんな感じでしょうか。僕も今は大好きだけども、はい、当時はなんつったらいいのかな、甘くもなく、はい、シュワシュワもしない炭酸でもない缶飲料がそれと同じ値段がするっていうことにみんな全くもって納得いってない感じ で、 へー、でピンクレディが、はい、ピンクレディ分かるでしょ、はい、分かります。ピンクレディがダイエットに効くって言って宣伝してたんだけど、はい、今俺1日2リットルぐらい飲むけども、はい、その情報はどうかなTBS ラジオ伊集院光とラジオトーク。
小沢敏夫と伊集院さん、おはようございます。今日は昔話の本当の姿を知ってもらいたいと思ってきました。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。いつも迷うんだけど、はい、この辺りからはこんにちはなのかな。ずっとおはようございますだけど、そうですね、テキパキ仕事をしていらっしゃるリスナーの方からしたら、お前のんきだな、もうおはようございます終わったぞって言われるかもしれない。世の中もバリバリ動いてる時間ですもん ねこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの上田真理恵です。さあ、この後はですね、小沢昔話研究所所長の小沢敏夫さんが登場いたします。はい、なんかすごい興味のあるお話いっぱい聞けそうで、楽しみですね。いわゆるこう西洋のおとぎ話と日本のおとぎ話のあり方はどう違うんだろうとか、あとはこう日本の昔話がいわゆるなんていうの、口伝っていうの、はい、その口から耳へでずっと伝わってることと、またこうなんで書いた文章のものと違うのはどこだみたいな、そういうことを研究されてるということ。はい、はい、この後すぐに登場いたします。伊集院光とラジオとゲスト等のコーナーです。今朝は小沢昔話研究所所長小沢敏夫さんをお迎えしております。よろしくお願いします。どうぞよろしく。なんか楽しみにしてきました。もうこっちも楽しみで、もう楽しみでワクワクしてるんですけど、スタジオ入るなり、あの公電じゃないよ、くでんだよ。本当にね、教師だからね。そうですよね。一生間違い続けますからね、この放送らないと。でも僕も個人的に昔話大好きで、あ、そうそう。で、なんかすごく腑に落ちるものもあれば、この話は一体何なんだと思ったまま、スーって終わっていくのもあるじゃない、うんうんうん、あるよね。たくさんある、そういうのも ね。どういう教訓があるんだろうっていうのね、意外とありますよね。あと、僕ら世代が聞いたのと、うん、今の子が聞いてるのと、うん、あれこれオチが違うとか、うん、結構変わってますよね。そうそうそう、ちょっとニュアンス違うとか、そんなものもありますでしょ、ね、そう、すごい変えられてるよね、僕に言わせれば。あ、じゃあその僕に言わせれば変えられてるあたりの話を、じゃあ小沢敏夫と現代とみたいな感じで、何でしょう、現代の昔話やっぱり変わってるんですか。相当変えられてるよね。昔話ってね、元来はおじいちゃんおばあちゃんが大体孫やなんかに語って、覚醒遺伝なんだよね、うんはいはい、おじいちゃんおばあちゃんはそもそも自分が子供の頃さ、お話を聞いてるわけよ、ほとんど毎晩、うん、ラジオもテレビもねえわけだからね、うんうん、ですからその頭にこびりついてる、それを今度は孫に語るわけね。その時ちょっと思い違いがあったり、あるいは自分の人生観がちょっと入ったりするんで、そういう個人的な変化なんですよ。今ねもうね急に痺れちゃってるのは、昔話は覚醒遺伝っていう言葉、うん、これはね本当にすごいことで、要するにお父さんお母さんがその家事やったり働いてる人の間、おじいちゃんおばあちゃんが面倒を見ると、でおばあちゃんがその間に自分がおばあちゃんから教わったやつを話すというのが、そういうこと、ある意味正しい昔話の伝承のされ方というか、まあね、それが多かったよね。でも各家族になってってくと、そうちょっとピンチっちゃ違います。ピンチですね。そうだから いわゆる伝承的な形での昔話の伝承ってほとんどもなくなったと言っていいのね。第一、いろりがなくなったからね。いろりでバタで語るのが一番多かったんですよ、へ、田舎ではね。でそこでおじいちゃんおばあちゃんが語ったと。でそれいろりがなくなったでしょ。で代わりに今テレビが入ってるでしょ、うん、ですからもうでいわゆる伝承の形はほとんどなくなってきたとね。でその時何かって言ったら、うん、でも逆に今度は、うん、町場ではね、若いお母さんやなんかが本からお話を覚えて語ったりしてるわけ。これも全国的にすごいですよ、うん、僕はその人たちと主に付き合ってるんだけどね、うん、そういう時に何から覚えるかって言ったら本から覚えるわけだよ、うん、でその本が変えられちゃってるんですよ。だから僕はそれに挑戦してるわけこれね、もうね、このテーマだけで僕はね、何分でも話したいんですね。僕も僕も。もうあのね、まずね、そのね、伝承される時の、その人の人生観によるアレンジ。うん、ましてや、話術によるアレンジとか、あると思うんですね。うん、僕は、おじいちゃんの思い、おじいちゃん乱暴な人だったから、はい、おじいちゃんのいい思い出があんまないんです。ああ、そう。でも、一個だけ、このおじいちゃんが、どのおじいちゃんよりもいいなと思ったのは、うんはい、桃太郎の桃の流れてくる、うんはい、どんぶらこっこすっこっこっていうことなんです。でも、
絵本で見るとまあ大体どんぶらこで、うん、どんぶらこどんぶらこなんですけど、ね、うちのじいちゃんのビートはすっこっこなんですか。どんぶらこっこすっこっこで僕はもうストーリーどうでもいいです。これどんぶらこっこすっこっこが永遠、うん、永遠に聞きたい、うん、結構大事なことを、それすごくいいこと言ってるよ、うん、大事なこと。何が違うかって言ったらね、はい、どんぶらこっこすっこっこってのリズムがあるでしょう、はいはい、ね、体から湧いてるリズムなんだよそれ、おじいちゃんの、うん、ところが今おっしゃったその本でね、あのどんぶらこどんぶらこリズムじゃないよね、うん、これ書いた言葉だよ、うん、昔話は書かれてこなかったの、うん、語られてきただけで、そこが違うんですよ。口伝だ。そうなの、口伝なの、おっしゃる口伝のところだ。口伝なんだよ。だから僕は一番今主張してるのは、本を作る、もちろん今本でね伝えるの大事だけど、本来の口伝えの形を壊すなよって僕は言って歩いてるわけさ。僕その乱暴なじいちゃんのことなんか本当に久しぶりに思い出して、うん、でもなんかもうどんぶらこっこすっこって自分でこう言ってるだけで、うんうんうん、ちょっとなんかグッとくる。いいでしょう。くるんですよ今僕ね。あの昔話をそのもちろん共通語でね本から覚えたっていいけど、語るのいいけど、もっといいのはそれぞれの土地の言葉、自分の土地の言葉で語るのが一番いいっつって、そういう指導してんだよこの 6,7 年ね。ですごく大事なのは、それでもねそれ途絶えちゃってたとしても自分の子供に聞かせたいから勉強してまで聞かせようってお母さんの熱意はとても大事じゃないですか、うんうんうん、そうだよ。なくなりゃなくなっちゃうんだから。そうだよそうだよ。その時にお母さんはビビらずにアレンジしてほしいし、うん、であともう一個の問題はその元になるテクストというか、本が変えられるっていうこの問題ですね。そうですそうです。だから本がね、うん、昔はさっき言ったようにおじいちゃんおばあちゃんの個人的な趣味やなんかで言い違いやなんかで変わってきた、うん、はい、今は大きな出版社が何万部という本を刷って日本中に配ってるだろ、うん、だから変わるっていうことの意味が違うんですよ。うーん、僕はそう、うん、そういうふうにいわゆる売るために変えないでくれというふうに主張してるのね。語ること、語って自然に変わるのはもちろん変わるんだけど、うん、こうやったらよく売れるだろうと思ってね、作為を施して語るっていうのには僕は賛成ではない。それは具体的にはどういう話のどういうところが、例えばさ、はい、まあいろいろあるんだけど、例えば白雪姫、はい、で3回殺されてるんだよね。3回殺されてる。そうだ、毒リンゴで殺されただけと思ってるでしょ、はい、はい。それは絵本に騙されてるんですよ。えブルーの全訳読んでみてよ、はい、1回目は紐で殺され、はい、2度目串で殺され、3度目がリンゴなんだよ、だって今多分みんな読んできてる。私今30歳になるんですけど、うん、今年多分みんなそうやって1回と思ってますよ、ね、ほとんどそうなっちゃって、そういう絵本が有名になって広がってるからね。だけど全訳読んでごらん、1度目紐、2度目串、3度目リンゴなんですよ。でそこに大事な、うん、さっきおっしゃったその口伝のね、うん、秘密があるわけ。何かっていうとさ、よく読むとね、1回目2回目ほとんど同じ言葉で語って、うん、3回目はリンゴで殺されるまではほとんど同じで書いてグリムだよ、はいはい、だけどその後にその死んじゃってそこへ王子が現れてっていうのがあるから長くなってるでしょ、うん、と3回繰り返しなんですよ、うん、3回繰り返しが大事なのね、うん、でしかも3回目は一番長くて一番重要なんで、うん、ってことはどういうことかというとリズムだよね。これタンタンタンっていうリズムだ。タンタンタンってリズム、そのリズムを壊すなって僕は言ってるけどさ、あのすごく例えば僕らのラジオでもラジオで長く喋れるから、うん、一生懸命こうあの回りくどい表現もするんですけど、うんうんうん、それ切られちゃうと元も子もないんですよ、うん、そこを編集されてダイジェストになっちゃうと、うん、もう意味が違っちゃうみたいなことがあって、うん、なんだろう、そこじゃないんだ。僕がすごく思ったのは、うん、サルカニ合戦あるじゃないですか、うん、今はカニのお母さん怪我するだけ。その、うんだね、昔はだって、うん、あれ死ぬどころか、僕の本を聞かされたやつは死んだ拍子に子供が生まれるみたいな、うん、ああ、そう、それもあるね、確かに。ひどいそれ残酷な生まれ方をする、うん、それであれば周りの人たちがあんだけ猿を憎んでもいいよと思います、うんうん、怪我で、うん、もう治ったお母さんも一緒にいるんなら、うん、もっと許す話でしょ、うんうんうんね、そうそう、意味合いが、うん、全然違ってくるね。全然違う気がするんですよね、うんうんうん、もちろん残酷じゃない方がいいって思うのはあるんでしょう、うんうん、あるんでしょうけども、でもそこをね、いたずらに変えちゃうのはどうかなってあります。そうだよ、この頃ね、はい、その残酷は良くないというんで変えられちゃうわけよ、うん、はい、残酷な話は子供に聞かさないでくれっておっしゃる学校の先生もいるんだ。それはとっても多いんだよ、はい、だけどさ、
僕たちの生きてるのはどうやって生きてるかって言ったらみんな魚食ってるわけじゃない、はい、豚肉も食ってるわけで、はい、それは残酷なんだよ、はい、昔話っていうのは人生の人間が生きてる一番基本のところ一番底辺のことを語るからね、うん、どうしてもそこを語るわけよ、うん、でだって僕自然だってさ一方は恵みが遅れるけど一方は怖いじゃない人の命奪うでしょ、うん、両方の面があるよねでその自然の中の例えば闇ってのは怖いよ、うん、それはやっぱり語ってるわけよ昔話は、うん、だって人が生きていくわけで闇を経験しないなんて人生ないじゃない、うん、そうでしょ人生全部両面があるんだよ、うんね、だからその昔話はその両面語ってるわけ愛も語るけど命を奪うことも語るわけそうなんですよね そこが昔話の大事な点なんだだからなんか人間がこれは俺たちの仲間の敵討ちなんだと思ったらある意味残酷にもなっちゃうし、うんうん、その猿をね、最終的にウスが屋根から落っこって潰すまでやっちゃうんだっていうことに、うんうん、多分何かを感じれると思うんですね、うんうんうん、そこをぬるくしちゃったことで、なんかこう平坦な話になっちゃったりとか、うんうんそれはなんか もったいないって言い方あってんのかなせっかくよくできてるのに僕はもったいないいいことと悪いことっていうことをその区別というか考える、うん、その判断するっていう能力がなんか下がってきちゃう気がしますよ ねなくなっちゃうね全部灰色だけになって ね白と黒の区別なくなる、ね、子供の頃にそういうきっかけを与えてもらってるからこそやっぱりちゃんとこう大人になれるものなんですよね、はいうん、きっと、うん、また思い出したんですけど、はい二十歳ぐらいの時落語の修行してたんですでその時好きな女の子がいて、うん、その女の子がほぼさんだったんです、うん、でそのほぼさんに頼まれてお話のお兄さんに来てくれとボランティアで、で俺はその女が口説きたい一心で言ってた下心もう下心丸出し やだでお話のお兄さんやってたんだけどその女がある日その女の人がある日結婚する他の人と僕は付き合ってないから、はい、その人のことを口説きたくて言ってるから、うん、じゃあ思いも伝えず片思いのまま、うん、なのにお話のお兄さんは継続っていうねつらいその時にその僕の精神状態が出るわけですよ子供の読み聞かせにも確かにそしたらねカチカチ山の復讐のシーンが多分いつもより力入ってんだと思うんですよ、ね、あなるほど、うん、そしたら子供がねやめてあげてっていうのうんもう今までずっとタヌキは敵だったんだよ、うん、でいてその僕のやる うさぎの仕返しは喜んでたのよ、うん、なのにやめてあげてっていう、うん、頼まれたそれであやべえちょっとこれやめてあげなきゃと思って少し緩くするみたいなことって、うん、僕はねそれこそ落語だと思ったし、うん、それこそ今のラジオだと思ってて、うんうんうんねね、なんかいいですよねいいでしょそれ、うん、カチカチ山って今言ったけどさ、はいはい、カチカチ山ってすごい面白い話なんだよあれ、うん、だってさおじいちゃんが山の畑で働いてたらタヌキが来てちょっかいかけたんだろ、はいはい、でじいちゃん怒ってタヌキやっつけてそれで、はい、っていう話だよね、はい、山の畑って言うけどさそれは人間の方からの言い方であってタヌキからすればもともとは荒れ地だったんだよ俺たちの分野だったんだよなるほどそれを人間が占領して畑にしたんだよそうだそうするとねその復讐の繰り返しっていうのはどこから始まるんだっていう話じゃないですか、うんうん、で僕ら最初は単純に、うん、あこいつがおじいさんに悪いことをしたからだっていうタヌキがと思うけど、うんうんうん、その一個前ももっと前縄文時代の話やすごいな考えたことなかったですそこからなんてわびしく悲しくって話なんでしょうねあの話はそう考えたら、うん、そうね、そうだから昔話ってのはさそれ人類の歴史語ってるわけよ弥生時代に日本人がさ一生懸命畑作ったでしょあれはタヌキからそれは自分たちの領分が人間に占領されたって話よ それをタヌキが取り返しに来たんだよすごい、それででもそういうふうに考えたら今だって町に狐が出てきたり熊が出てきたりするじゃない、はい、あれ同じだよで害獣って言うんですよね害獣って言われて害獣退治って言うんですよね、うん、あちらからいや逆だよおめえらが害じゃねえかって話そうだ人間の害人だ害人そうよ奪ったんだもん、うん奪ったんだろそうだすごいそういうさ人間の存在の一番基本を語ってんの昔話って確かにだから僕は大事にしようって言ったうわこれ一個の項目でずっと言っちゃいますけど皆さんからメッセージもらっててで、まあ、皆さんがね割と一番お好きなその昔話何ですかみたいなお話を聞きたいって言うんですけど、はい、先生3年寝太郎大好きだよ
一番好きだよ。じゃあ、項目としては小沢敏夫と三年寝太郎と。三年寝太郎と、それでいきましょうか。寝太郎はね、なってさ、寝太郎の話ご存知だと思うけど、はい、長くと寝ててね、役立たずだと言われてたやつが、はい、ある日むっくり起き上がってさ、で自分はその新人の神様のだっつって、うん、長者騙して、で結局長者の娘と結婚するチャンス。そんな話だ、これ何かと混同しちゃってる、うんうん、なんかそのダムの決壊を止める的なやつのイメージになっちゃってるけど、うん、寝てますよね。そうよ、寝てる、寝て、で突然3年寝てたやつが目覚ます、目覚まして、それで鳩と提灯を買ってくんだよ、町へ行ってね。急に、そう、鳩と提灯、はい、それで夜その鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木によじ登って大声で叫ぶのね、はい、長者よよく聞け、我こそは鎮守の森の神様であるっちゃって、はい、で今夜はお前の家の家運を予言しに来たっつんだよ、はい、でお前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければお前の家の家運はたちまち傾くであろう、良いか分かったか、はい、では要は鎮守の森に帰るぞっつって提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてパッと離したって、と帰るぞって言うと途端に火がシューッと鎮守の森の方へ飛んでったもんで、長者はすっかり本気にして翌朝一番にあの寝太郎のとこ行って起こして ね鎮守の森の神様のご命令だからぜひうちの一人娘の婿になってくれって言って婿になったって、こういう話。えそんな話でしたっけ。そんなだっけ。俺寝てて説教の時しか出てこないからさ、お前は3年寝太郎かって言わなかったけど、そんな褒め言葉ですよね。そんなのね、寝てて怒られるだけだったから。そんな話だったんだ。そうよ、あいつじゃあ猛烈頭いいんですよ、ね、頭いい。それって僕が注目するのはさ、長いこと寝てたって言うけどある時起きてるじゃない、うん、で悪知恵には違えねえけど知恵出してるよね。完璧ですよ。でしょ、はい、っていうことはさ、僕らの人生みんなそうじゃない。皆さんもそうですか。はいはい、伊集院さん、学生の頃なんて適当にサボってたんじゃない。教室入って眠ってるとかよ。合計、5年10ヶ月寝たろうですね。ほぼ寝たろうです。だろ、はい、だけど今寝てないでしょ、はい、それを言ってんだよ、はい、ほう、若い時にはみんな寝てますよ、うん、でもみんな起きてちゃんとやりますよいずれは、うん、っていうことを語ってる。タイミングがあるじゃんか。そうそう、みんなの人生を語ってんですよあれは。だから僕はとっても大事な話だと思ってる。割とそのすごい働き者の人が称賛される話の方がまあどっちかというと多いじゃないですか、うんうん、まあ多いね。多いけど、でも中にはああいうある意味今ニートって一括りにするけど、うんうん、悩んで悩んでる人もいるじゃないですか。そうそう、引きこもりの中にもいつかっていうタイミングをずっとその、うん、測りながらできてない自分を傷つけ続けてる人っているじゃないですか、うんうん、でもこんなに早くに三連寝太郎はそういう人を救ってくれてるというか、ちゃんとも僕らの先祖はすごい賢かったんだよね。今以上にね、働き者が美徳の時代なのにもかかわらず、そうだよそうだよ、救ってくれてるんだ。でさっき最初に言ったようにさ、大抵はおじいちゃんおばあちゃんが語ってきたわけだよな、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんってのは何やってたかっていうと、はい、自分の子供を育てたけども、うん、今度は自分の子供が今大人になって親やってんの見てるわけだよ、うんうん、そうさ、悪い時は悪ガキだったやつが、うん、今スマーした顔して父ちゃんやったり母ちゃんやったりしてんの見てるでしょ、うん、人間って変化するもんだよっていうことを知ってるわけだよ。それを語ってるわけさ、寝太郎ってのは。うわぁ、そう思うといい話だろ。いい話。いい話でしょ。僕はだからもうこれ至るところ行ってこれ話すのね。だって僕は長いこと教師やってたけど、もう学生時代、あの麻雀ばっかやってたと男とかね、はい、あのおしゃれしてどっか遊びに行った女の子ばっかだったよ。それ今卒業して20年も経ったらみんなスマーした顔して仕事してんだぜ。へー、だから僕これは昔話ってのは人生そのものを語ってる。それにみんな気がついてくれよって僕は言って歩いてる。そっか、確かに。なんかその昔話のことでこんなにまあ、おじいちゃんおばあちゃんの役割の大事さとか、もともと日本にあった、うん、その、家族の形というかスタイルみたいなものがとてもいい形で機能してたのにっていう気はします、ね、うん、そうですよ、いい形で機能してたんですよ。でそれを壊すなよ。いわゆる 大企業がね、うん、何万部って絵本作って、しかも何にも知らない人が作ってさ、うん、適当に変えて日本中に配るって、これはもう本当に罪だよ。日本の伝承文化だもん。本当です、ね、そうでしょ、貴重な伝承文化だぜこれ、うん、そう、それもなんかすごく堅苦しいものでもなく、何か免許がいるものでもなくっていうことですね。そうそうそう、でさ、重要文化財っていうと大抵ね、昔殿様が着てた着物だとか生徒物だとかお城だとかって言うじゃない、うん、それはいいよ、もちろんそれだって。だけどさ、
お城のあの中に住んでた先祖なんてほとんどいないな、我々の。そうだろう、我々とは乖離した生活のものだから。でも我々の先祖ってのはみんなさ、石垣の石運ばされたりね。そうしたら、そういう人たちが何を考えて生きてたかっていうのが昔話に残ってる。だから大事なのよ。さあ、お話まだまだお聞きしたいと思っております。一度 CM を挟ませていただきます。さあ、改めてご紹介します。今朝のゲストは小沢昔話研究所所長小沢俊夫さんです。改めてよろしくお願いします。よろしく。まあ、バタバタしてて1個の項目だけでも本当にお話尽きないんで、今10項目目の前に一覧表もお渡ししたのでこの中でラストこれはもう話しとこうよっていうのは先生の方ありましたら。 ありますね。それはね、僕はお話を子供たちに生の声で語ってやってくださいということを言って歩いてるのね。はい、今スマホだとかいろんなもの発発しててさ、うん、遊ぶものいっぱいあるけど、子供の成長にとってはね、やっぱり親あるいは身近な大人の生の声でお話が直接耳に入ることが大事と思ってる。これはやっぱりその小沢先生の研究というか仕事のもうテーマですか。うん、そうです。僕のもうその仕事だけじゃないね、僕の人生かけての主張なんですけどね。だって子供がね、結局はさ、思春期がまあ終わる頃18くらいの時に自分は愛されているんだっていう自覚が持てることが大事じゃない、うんね、自分が信頼されている、自分が価値が認められているっていう自覚が持てることが大事だよ。その第一歩は親とか身近な大人たちが生の声で子供たちにお話をたくさん聞かせてやること。そうだと、お金をかけていろんなものを買ってやることももちろんいいよ、あればやったっていいけど、一番大事なことは生の声でお話を聞かせることだと思う。なんか僕がさっき言ったそのゲスな理由でほぼさんを口説きたくてお話のお姉さんをやってたんですけど、お話のお兄さんをやってたんですけど、ちょっとまたお兄さんやりたいなって思うのは、やったらいいよ本当に、うん、なんかね、僕らアドリブ力というか、うん、そのなんか、まあ、アドリブ力たす構成力とか必要な仕事じゃないですか、うんうんうん、子供って突然ね、うん、びっくりするようなこと聞く。あ、そうだよね、そうそうそう、サルカニ合戦でね、はい、あの誰が一番好きみたいな話をしたら、はい、かわいそうな人がいる、で猿がかわいそうなのかと思ったら、うん、柿だっていうのね。え、なんでですか。柿だけ道具なことに俺たち なんで他を擬人化したキャラなのに、そっか、柿だけ道具じゃないですか、うん、なるほどね、ぶつけたりする、ね、最後までね、その子急に柿って僕思うわけです、うん、柿ってキャラじゃないじゃんと思うんだけど、うん、子供からしたら、うん、栗は擬人化とかキャラなのに、うんうん、柿がキャラじゃないのおかしいじゃん、うん、あ、それは鋭いね。確かに、ああいうの聞いた時にもうこれはね、俺の濁った目では絶対にわからないことだと思う。そうだな、確かにそうだ、うん、で その時に何か僕は話が一つ上手になる気がしたりとか、うん、確かに、うん、なんかそんな気がして、うん、あとお母さん下手でもいいから一生懸命だったことって結構覚えてますよね、うん、子供って。そうそうそう、僕はそれいつも言ってるね、うん、上手下手の問題じゃないからね、うん、あの下手でもいいからとにかく自分の生の声で聞かせてくれということ、うん、生の声っていうの僕はとっても大事だと思ってる。確かに、うん、あと話途中で忘れちゃったらさ、どう思うって聞いちゃえば、子供なんとなく多分答えてくれる、言うような気がするんですよ ね。続きの話をまたね作るっていうのもねいいかもしれないですよね。ね、うん、それともう一つ言えばね、その作ってもいいんだけど、昔話って何百年も伝えてられる間に耳で聞きやすいシンプルでクリアーな文体を獲得してるんですよ。今日話あんまりそこまでいかなかったけどさ、うんうんうん、でそれをちゃんとねこう守ったお話を本を選んで読んでやってください、語ってやってください。つまりあんまり昔話ってね意外にねいろんな装飾は入んないんです。なるほど、飾りの言葉は なぜかっていうと飾りの言葉入れちゃうと筋が分かんなくなっちゃう、聞くんだから耳で聞くんだから、うんうん、でシンプルでクリアな文体、それが大事なので、僕はそれを昔話大学で教えてるわけよ。うわ、またあのぜひあの再度あのこちらの番組来ていただいて、うん、来るよまた、あのおすすめの本とかお話とか教えてください、うんうん、本当時間がなくて本当申し訳ないです、ということで本日のゲスト小沢昔話研究所所長小沢俊夫さん、どうもありがとうございました。どうもありがとう。小沢俊夫さんには AJF のコーヒーギフトをお持ち帰りいただきます。おお、すごいね。リクシルプレゼンツ伊集院光とラジオとものづくりと人々に愛される一品、それはどのようにして生まれたのでしょう。ものづくり大国日本を支える職人たち、
その技と心に迫ります。メガネの奥山、三代目の奥山茂、66歳でございます。子供時代から親がメガネを作っているところを見たり、中学の頃からは手伝ったりなんかもいたしました。ものづくり職人シャープさん、セルロイドメガネ職人奥山茂さん66歳、東京江戸川区にあるメガネ店の3代目である奥山さんは、2007年息子のルイさんとともに、かつて先代が手掛けていた手作りのセルロイド製メガネフレームを復活させた人物。フルオーダーのハンドメイドによるセルロイドメガネを作っているのは、東京でもここメガネの奥山だけと言われ、愛用者を増やし続けています。まあ、何より僕より年上の方はこのセルロイドっていう響きにすごい懐かしさを覚えるんじゃないかしら、はいはい、私はあまり馴染みがないですね。なんか古いもののイメージだよね。そうですね、昔のおもちゃに使われていた素材というイメージがありますよね。お人形とか ね、まあ、そもそもそのセルロイドっていうものなんですけれども、これプラスチックの一種なんですよね、うん、で、あの古くはそのまあメガネのフレーム、今回のね、はい、今回の、はい、それから、まあ、あと人形ですね、うん、あと万年筆の軸の部分ですとか、うん、あとボタン、あ、洋服の、はい、洋服のボタンなどに広く使われていました、うん、でしかし、まあ、今なんですけれども、そのメガネのフレームで使われているプラスチックっていうのはアセテートというものが主流になっているんですね。なるほど、はい、なんか自分の中ではプラスチックと別にセルロイドだと思ってたけど、セルロイド、はい、プラスチックの中のセルロイドで、はい、さらにはそのアセテートにとって変わられてると。そうなんですよ、まあ、セルロイドが硬くて丈夫なのに対してアセテートは強度が低いんですね。で、あの今メガネをかけていらっしゃる皆さん、ちょっと見ていただきたいんですけれども、メガネ のフレームの耳にかける部分、うん、こちらを見てみてください。金属の芯が入っているはずなんですよね、うん、でこれは何でかというと、アセテートの素材のため、まあ、強度が足りないために金属を、そうなんです、入れて補強してるんですね、うん、で一方セルロイドは、まあ、硬い上に、そしてしなやかで弾力もあるんですね。だからこそメガネとしてこう顔にかけた時にフィット感があって、顔にこうしっくりなじむメガネになるんですよ。でこういう話をする時に必ずそのね、アセテートはアセテートで、アセテートにした理由があるはずなんですよ。はい、はい、そうなんですよ、うん、まあなんでそんな、まあ、セルロイドのメガネ、まあ、今では、ね、少なくなってしまったかというところなんですけれども、まずセルロイドは硬いためにアセテートに比べて加工がしにくいんですね。ほうほうほう。でセルロイドは、まあ、独特の光沢とツヤが魅力なんですけれども、これを出すためにはですね、職人の高い技術が必要なんですよ。あ、そうなんだ。誰でも、はい、あのピカピカにできるわけじゃない。そうなんです、これは職人技なんですね。だからこそその機械で、まあ、大量生産に向かないために、まあ、減ってしまったというわけなんですよね。なるほど、はい、メガネの奥山でも1970年から2007年までの37年間セルロイドのメガネをほとんど製造しなくなってしまったと。あ、途絶えてたんだ。そうなんです。ずっと生き残ってるわけじゃなくて、はい、37年間も間製造してない途絶えてるんだ期間があるんですよ。え、そうなるとまた芋づる式に聞きたいのは、はい、復活の理由、はい、この復活の理由というのに、その、まあ、奥山さんの息子さんのルイさん、4代目の方なんですけども、その方の存在が大きいんですね、うん、まあ、3代目の茂さんは、まあ、ご自身は細部の仕上げや磨きに、まあ、じっくり時間をかける職人気質の方でいらっしゃるんですね。で一方パソコンを使った商品デザインや機械を使った素材の大まかな切り出しなどですね、その最新技術の部分をその息子のルイさんが担当されてらっしゃるんですよ。なるほど。なので、まあ、職人の部分はお父様で、息子さんがその新しいものを取り入れて、まさに親子二人三脚で値段を抑えた手作りのセルロイドメガネを復活させたということなんです。そのいきさつは全然知らなかったけど、実は僕はここでメガネを作ってるんです、はい、あ、作られてるんですね。そうなんです。でこれも多分その四代目がやってんだと思うんだけど、はい、ネットにこうホームページを作ってて、それで見っけたのよ。これで割と新しい感じのホームページで、そこで探して、その奥山メガネに行ったら、メガネの奥山に行ったら、
もう古い昭和にタイムスリップしたみたいなメガネ屋さんでびっくりして、かなりレトロな外観なんですよね。これ持ってるよメガネ。これ自分のセルロイド製のメガネ、超かっこよくない？あ、素敵。あ、またこの別光の色がちょっと黄色がかってて、別光っぽい、そのマーブル模様の横のフレームと、前は一旦ツヤ出してもう一回消すっていう、ツヤ消し仕様のその、フェイス部分っていう、はい、俺の完全オリジナルですごいこだわりが詰まってますね。で、大きさ特注でバケモンみたいな大きさなんですよ。ちょっとこれ伊集院さん、大きかけてみていいですか？いいよ、かけて。あの、すいません、私かけられないです、大きすぎて。俺それで、でもね、びっくりすることにこのフルオーダーで巨大サイズで3万円してないと思うんだよね、はい、あ、それはだいぶお手頃ですよね。いや、みんなに驚かれるんだよね、考えられない安さだって言われるんだよね。伊集院さん、私こんな大きいメガネ店頭で見たことないです。フルオーダーね、フルオーダーすごいですよね。まあね、フルオーダーでも、まあ、大体普通の方だと、まあ、フレームの値段2万円程度ぐらいで、そうだね、ということなんですよね。いや、絶対顔でかい人行った方がいいよ、かっこいい、いいの作ってくれるから、ね、本当に。まあ、最後にですね、奥山さんが職人としてメガネ作りで最も大切にしていらっしゃることを伺っております。ただ、ものづくりがやはり好きなもので、自分でこう納得できるものができるまでは一生懸命やりますね、追求して。で、要するにものを作るたんびに、あ、ここはこうなんだな、あなんだなと、いろいろこう改良していったりして、自分でやっぱこうじゃないな、あじゃないなって常に考えてます。やっぱしゃくにさんじゃないですか、失敗するとものを作ってるのに。一生懸命やるだけですね、この先目指すっていうか、なるべくその失敗しないようにいいものを作ろうと常に考えてます。そういう考えで毎日やってますよ、手抜かないで。人に愚痴言ったら終わり、なんでこうなったんだよ、俺のせいじゃないよなぐらいのこと中にいるんですよ、人が。違う、みんな自分がいけないの、そこは自分で黙って考えて、ああやり直すと、じゃないかな。先代にね、なんでこんな安いのって言ったら、はい、腕のいい職人は仕事が早いし失敗しないからおのずと安くなるんだっていうのね、うん、かっこよくない？ねえ、いや、それはもう確かな技術を持ってる自信があるからこそ言える言葉ですよね。はい、以上、伊集院光とラジオとものづくりとでした。 TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間でございます、はい。まずは本日の山崎師匠のメッセージは、そうね、あのアボカドを初めて食べた時の、ね、新製品として初めて見た時の思い出を送ってくださった、はい、トライダー G5.5 さん、はい、トライダー G5.5 さんには、美味しさと品質の山崎から国産フルーツのデザートと一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントします。明日もどうぞご参加ください。明日あたりね、こう月曜日聞いてくださった年配の方からおはがきがバサッとくるんですよ、はい、そうするとまた痺れんのがありそうでね、あ、また雰囲気の違う投稿がたくさんね、ありますよね。もちろんメールで本当に最新の新製品の話も送ってくださいね、お待ちしております、はい。さあ、その明日ですけれども、吉井アナがアシスタントの曜日ですが、ゲストにですね、レスリング日本代表総監督、はい、栄和人さん。わ、この人はね、実績ももちろんだけど、まあ面白い人で、はい、何度かテレビでお会いしたことあるし、はい、先週もあったんですけど、あ、すごく近いですね。近いんですけどね、まだまだこう聞き足りないこといっぱいありますんで、いろいろお話聞きたいと思っております、はい。皆さんからの栄監督に対する質問もお待ちしております、はい。じゃあ宛先ざっといきましょうかね、はい。メッセージやゲストの方への質問、そして各コーナーへのお便りは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp までお送りください。またおはがきでもお待ちしています。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとそれぞれの係までお願いします。どう、メガネかけてみたけど、いや素敵です。いや、こだわり詰まってますね。だってマットな、そ、ね、素材ってなかなかないですし、そのツヤ消しも一旦ツヤ出してから消すんじゃなきゃダメなんだって言うんだよね、その大将が言う。職人の手間が本当にかかってますね。でもやっぱりこのセルロイド懐かしくて欲しいっていう人も多くて、今また人気になってて、でもね、納期1ヶ月も取ってくれればあのいいもん作りますっていうことなんで、セルロイド懐かしいっていう人とか、あとじいちゃんへのプレゼントとか、俺いいと思うんだよね。あ、いいかも、いいです ね。あと顔面でかい人顔面でかい人はね、言っていただくといいと思います。なかなか職人技に触れていただきたいです、はい。
ということで、毎回ゲストに助けられてばかり、リスナー皆さんに助けられてばかりですけれどもね、今後ともよろしくお願いいたしますということで、はい、また明日の朝8時30分に聞いてください。この時間のお相手は上田まりえと伊集院光でした。